平成の仮面ライダーシリーズでヒロインを演じた女優たちの現在パート1、ウルトラマンシリーズ、スーパー戦隊シリーズに並び特撮シリーズファンの心をわしづかみにする仮面ライダーシリーズ、放映から50年近くを迎えますが、その人気は未だ衰えを知りません。そんな仮面ライダーシリーズの中でライダーファンからライダーに負けない人気を誇ったのが登場したヒロインたちです。ライダーではなくヒロイン見たさにご覧になっていた方も多数いたのではないでしょうか。今回は平成の仮面ライダーシリーズでヒロインを演じた女優たちの現在を前回の昭和に続き追ってみました。まとめましたのでぜひご覧ください。それではスタートです。まずは仮面ライダークーガ、沢渡桜子役を演じたのは村田和美さんです。同作でヒロインを務める前から志村けんのバカ殿様をはじめ、志村けんさんの冠番組にレギュラー出演するなど人気を博していました。2000年に同作のヒロインで出演し、仮面ライダーブラック RX 以来10年ぶりのライダーシリーズ放映だったこともあり、注目度も非常に高く、さらなる知名度上昇に成功しました。その後もテレビ東京、劇生、スポーツトゥデイでレギュラーキャスターとして活躍していましたが、2004年2月に39歳の青年実業家との婚約を発表。出産を機にそのまま芸能界を引退します。現在は専業主婦となっています。続いても同じく仮面ライダークーガから五代みのり役を演じたのは地崎若菜さんです。同作ヒロイン役で初のレギュラーを獲得します。しかしその後は役運に恵まれず、数年に一度早役でドラマ出演するにとどまりました。2009年に結婚し、結婚式には小田切丈さんが出席した結婚式が話題になりましたが、2012年に離婚しています。現在は芸能界を引退し、一般企業に勤め OL をしています。続いては仮面ライダーアギト、カザヤ真央役を演じたのは秋山里奈さんです。同作ヒロイン役でデビューを果たしました。その後も劇場版仮面ライダーシリーズをはじめ多数のドラマやバラエティに出演します。結婚する2015年までは水戸黄門など時代劇をはじめ毎年多数のドラマに出演し活躍していました。2015年にボートレーサーの後藤彰子さんと結婚し、2016年に第一子を授かっています。旦那様の年収が3000万円以上あり、生活にゆとりがあることから現在は子育てに専念し引退はしていませんが、芸能活動は行っていない様子です。続いては仮面ライダー龍騎、神崎由衣役を演じたのは杉山綾乃さんです。同作ヒロイン役でドラマ初レギュラーを獲得します。その後も GTO をはじめ多数のドラマバラエティに出演します。2010年に漫画家の藤沢徹さんと結婚、2010年に第一子、2015年に第二子を出産します。現在も芸能活動を続けてはいますが、旦那様の年収が10億を超えていることもあり、働く必要もないことから子育てに専念しています。2016年に TBS 五対面バラエティ7時に会いましょうに出演して以来、テレビ出演した形跡がありません。続いては仮面ライダーファイズ、園田麻里役を演じたのは羽賀ゆりやさんです。同作ヒロインのオーディションに選ばれ、ヒロインの座を射止め人気を獲得します。
同作卒業以降も仮面ライダーキバ、仮面ライダーディケイドなどライダー作品への出演が非常に多く、歴代ヒロインの中で最もライダー色が強いヒロインとも言われています。ドラマより映画での活躍が顕著であり、2015年トラカゲをはじめ多数の映画で主演を演じています。2017年までは多数のドラマ、映画、バラエティに出演しましたが、2017年に俳優の鎌狩健太さんと結婚、2018年に第一子を授かってからは、現在は子育てに専念し、芸能活動は休止中です。続いては仮面ライダーグレイド、広瀬しおり役を演じたのは江川由美さんです。同作でヒロインを務める前も TBS 動物奇想天外をはじめ主にバラエティで活躍、2004年に同作ヒロインに抜擢され人気を博しましたが、2006年に一身上の都合で芸能界を引退、2007年にアメリカザリガニの平井義行さんと結婚しましたが、2016年末に離婚、2016年に復帰したものの再度2016年末に引退しています。現在は一般人になっていますが、平井さんには今後会社員になるつもりだと話しているといいます。余談ですが、元巨人のエース野球評論家の江川卓さんとは七親等にあたります。続いては仮面ライダー響き、持田ひとみ役を演じたのは森えりかさんです。2005年に同作ヒロイン役で注目を浴びました。同作終了後、大学での学業優先のため芸能活動を一時休止しましたが、2008年に雑誌ゼクシーの CM で話題となり、その後は女性向けファッション誌のモデルとして活躍、現在はモデル活動に軸を置いているためテレビ出演は少ないものの、2019年には映画アイネクライネナハトムジークに出演予定です。続いても仮面ライダー響き、天海明役を演じたのは秋山恵里さんです。2005年同作のヒロイン役でデビューし、同時にレギュラー出演を初めて果たします。その後はキー局の BS テレビのドラマでは数多く主演を務めました。近年になりアニメの声優としても仕事の幅を広げていましたが、2010年に3歳年上の一般男性と結婚、2011年に第一子、2013年に第二子ができたため、2013年以降は子育てに専念しているためかテレビ出演した形跡はありません。しかし自身のツイッターによると、子育ても落ち着いたことから現在は芸能活動からは距離を置き、自身の主催するコスプレイベントが反響を呼んでいるため、コスプレイベントの主催に力を入れているそうです。似合ってますね。続いても仮面ライダー響きから橘霞役を演じたのはガモー真由さんです。同作のヒロイン役で初のレギュラーを果たします。特筆すべきは特撮番組での活躍が顕著で、同作出演前に特装戦隊デカレンジャー、リバーシア星人、サキュパスヘルス役、同作出演後にはウルトラギャラクシー大怪獣バトルケイト役を演じています。日本を代表する特撮三本柱に出演し、稀有な女優として大きな注目を浴びました。2017年に第一子出産をブログにて公表し、現在は子育てのため芸能活動を休止中ですが、特撮ファンからの人気が非常に高いため復帰を待ち望むファンの声は非常に多いです。続いても同じく仮面ライダー響きから橘日向役を演じたのは神戸美雪さんです。
1999年にデビューし、うっちゃんなんちゃんの売りなりなど多数のバラエティに出演し、陽気な個性で人気を博していました。2005年に同作ヒロイン役を演じ、若年層の世代のファンを取り込むことに成功し、今後は期待されました。しかし同作終了の翌年に体調不良のため出演予定だったミュージカルを降板。その後は体調が優れず入退院を繰り返していましたが、2008年6月18日4時8分に心不全のため24歳のあまりにも短すぎる生涯に幕を閉じました。続いては仮面ライダー株と草壁日和役を演じたのは里中由衣さんです。2005年に芸能界デビューし、いきなり志村けんのバカ殿様に出演しました。デビュー翌年の2006年に同作のヒロインでレギュラー出演を果たします。ヒロインを演じ人気を集めましたが、2007年に芸能界を引退。引退の理由は当時交際していた水島ヒロさんとの破局が原因という報道もありますが、正式な理由については触れられていません。続いては仮面ライダー伝王花役を演じたのは白鳥ゆり子さんです。デビューして2年ほどは芽が出ず、グラビアアイドルとして活動しつつアルバイトをしながら食いつないでいました。下積みが長かったものの、2007年同作のヒロインを演じ人気をつかみかけましたが、体調不良で途中降板しています。その後 BS スカパーのバラエティなどには多数出演するものの、キー局の出演は同作のみにとどまり、2017年に芸能界を引退しています。現在は一般人として生活しています。続いても仮面ライダー伝王小花役を演じたのは松本玉樹さんです。2001年に子役としてデビューし、早くながら多数のドラマに出演をしていました。2007年に同作のヒロイン役と TBS ドラママイフェアボーイにレギュラー出演し注目を浴びました。その後も引退前年の2010年まで早くながら多数のドラマや映画に出演していましたが、2011年に学業優先のため芸能界を引退。現在は明治学院大学国際学部に通う大学生で、2017年にはミス明治学院に応募しナンバー2に選ばれています。まだ19歳と若く、今後芸能界復帰の可能性も。いかがでしたでしょうか。懐かしいと思われた方もいたのではないでしょうか。いくら注目を浴びたからといっても生き残るのは難しいことが改めてお分かりいただけたのではないでしょうか。若くして亡くなった方や芽が出ず芸能界を引退した方など理由は様々です。最後に神戸みゆきさんが24歳の若さで亡くなられたのは、見ていた方にも衝撃を与えたのではないでしょうか。以上です。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。